いやちょよ、大丈夫ですので、今日もやっていくんですけど、今日ね、このメガナイトーグやっていきたいと思いますですね。このデッキは、まあ、多分見たことある人と見たことない人がいると思うんですけど、今グラチャレの勝率トップ5に入ってて、まずなんだろうな、結構もう今の形でプリンセスとスキャミ見たら、前のね、世界大会でリトルチェンが使ってたあのメガナイトロイジャイよりこっちの方がテンプですね、今は。本当にあの大体だからプリンセスとかスキャミを見たら、枯渇とかよりもこのデッキの方がね、まああとギャングフィアとかその組み合わせを見たら、一番今その出てくる確率が高いのがこのデッキですね。まあ呪文がフリーズしかないっていうのがまあ特徴なんですけど、言うても確か36だっけか、そう、あのトーナメレベルで36削れるんで、言うてっすね、いけるかなって。あとは基本的にはね、まあ、やりながら説明していきたいと思います。本当はね、このプリンセス俺使い慣れなすぎてマジアチャに変えたいとこなんですけど、まあ多分マルタ枯渇って意味で絶対プリンセスの方がいいっちゃいいんですよね。まあだから合わない人は変えちゃってもいいと思いますね。ただまあプリンセスって結構代用が吹き矢みたいになってるんですけど、吹き矢もこのデッキに入ってるんで、まあ割と、いやゴーストだるいっすね普通に。あーなるほど、ペッカ工場っすね多分。こっちにザップ使わして、スケアミが、オッケー。いや、言ってもよ、まあ、ペッカだからな。もうちょっとペッカ出せないタイミングで行きたいところでありますね。やべ。これペッカ来ますね、間違いなく。7入りペッカ来るんで、こっちにホグ出しちゃいます。あー、無理だな。やめよう。やめよう。これホグ出して、防衛、でも、ユーノ切ったか、ゴーストとかか。まあこれですね、無難な形は。よいしょ、ザップ来たらコウモリ。うわめんどくせえ、うわめんどくせえ。おい、まあ、プリンセスかなこれは。よいしょ、やべ、あーまあだる。これエレキがいるんで、とっとと行っちゃいたいですね。普通にスキャミで全部守れちゃうんで。あでもあれか、まあ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 、あこれ美味しいですね普通に。これ全虫でいいかな正直。いや全虫はまずいな、小盛りだけ。よいしょ、 OK。 陸受けをたくさん残したいところでありますね。で相手は陸受けが少ないタイミングで端前に何かしらユーノやらなんだろうゴーストやら押しかけて、なんだろう、メガナイトを引き出してペッカでカウンターって形を作りたいと思うんですよね。そうなんで、まあ、とりあえずまあフリーズ手札に持ってるんでケツメガナイトして、前ワンチャン始まりペッカ来るんですけど、来ないですね。とりあえずはこれでフリーズですね。で吹き矢だけで守るって感じで、よいしょ。であとはゴーストこっち寄せて、よいしょ。まあ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 、とりあえずホグですね。逆サイ振られたくないんで。で、プリンセスして、でこっちは吹き矢だけで受けれるんで、もう。あ、全然余裕だな、この形。正直余裕。はいはいはい。OK、いいよ、吹き矢。で、これ、エレキ裂かないといけないようにして、あ、ザップか。OK、OK。ちょっと待って。俺の動きがヘボい。プリンセスしていき、こっちホグ飛ばしちゃっていいっすね。ザップ切ったんで、これ前行っちゃおうかな普通に。よいしょ、相手ちょっと苦しいと思うんだよねこれ。飛ぶ、オッケー、オッケーオッケー、いいね。おー、なるほど。おい、マジかよ。これフリーズでいけますね。よいしょ。でこれエレキしかいないんで、でこっちめっちゃ端前にギャング焚いて、オッケー、オッケーオッケー。これ吹き矢で受けながら処理ですね。これでアド取られないんで、とりあえずこの吹き矢で処理してあげて、こっちメガナイトですね、手堅く。
手堅くメガナイトで防衛してあげて、はい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 、待ってこれやばい、よいしょ。まあ今ザップないんで相手、 OK、 いけ、うん、よいしょ、はい、オッケー、ジジ、危ねえ。ペッカ工場ちょっと辛いっすね、やってみた感じ。結構辛かったっすけど、メガナイトの切るタイミングがものすごく大事ですね。ああいう、なんだろう、ペッカーには正直切りたくなくて、両サイド攻めてきた時に、なんだろう、ペッカーの逆サイドブッパーしてきたあのユーノとかゴーストにメガナイト当てて、めっちゃそれでカウンター持ってきたい感じですね。よいしょ。レイズ33。いけるな。よいしょ。とりあえずはやっぱりコウモリセパがいいっすかね、多分。で吹き矢真ん中でいいかな、これメガゴとかの場合されないし、コウモリがいるんで。ベビちゃんが来る、これ同サイドプリンセスでいいかな。あ、なるほど、 OK、 これでいい、よいしょ。まあプリンセスが働いてくれるんでね。え、これ当たんないよね。オッケーオッケーオッケー。で今あとは、まあ、墓石、まあプリンセスが絶対だるいと思うんで、まだタルババが回ってないですよね。よいしょ、オッケー。おい、マジかよ、だる、ちょこっと遅れちゃったな。ちょっとこれは何で受けるかな。墓石、いやタルババ回ってるか、これ回ってないよな、ね、これで回ってるんで、どうすっかな、これ囲んであげて3発ぐらいでいきたいんだけど、あ、 OK、 これ3発ですね。 OKOK、 いやちゃんと囲めばベビドラ3発でいけるんですよ、コウモリ。うん、だからちゃんと囲みたいところではあるんですけど、まあ、これケツプリンセスでいいですね。墓石でずっとプリンセスが溜まるんで、相手もタルババ使わないとあんまちょっと処理しにくいかなって感じになると思うんですよね、まあ、これはケツメガナイトでいいですね。で、こっち、何かしら出してきても、多分縦線か、まあ、多分、あの、タルババ温存するために縦線で来ると思うんですよね。そうそうそう。なんで、あえて縦線をこっち守ってあげて、あ、そういう感じか。下がれ、下がれ、下がれ、下がれ。OK。まあ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 、縦線、じゃあ、タルババ切ったんで、守ってあげたいですね、これ。よいしょ。いや、逆だなー、これ。意味ねー。ただユニットが溜まるだけだ、これ。まあ、プリンセスがね、どう考えてもだるいんですよ。ああ、これ、いい、これいい。これめっちゃいいですね。はい、よいしょー。意味ねー、意味ねー。あー、これ、これでもさすがに、これでもタルババ引き出せるんで。あ、オッケー、そっちに来てくれんだったら、これが残ると。よいしょ。これ受けちゃっていいですね、これで。大体プリンセス溜まってめちゃくちゃ鬱陶しいと思うんで、これがいなくなったら、コウモリ炊きます。で、ここにフリーズ。よいしょ。よいしょ。まあまあまあ、これで。オッケーオッケー。全然いいですね、これで。ファイブを切ってくる。いいよ。一発、オッケー、サンキュー。とりあえず、これでもう一回、ケツプリンセスで、相手はなんだろうな、ケツロイジャーで合わせてくるか。あっちに切ったんで、メガナイトでいいですね、これは。で、最悪こっちにロイジャー出されても、フリーズ守れるんで、こっちは逆サイ吹き矢だけで守りたいですね。なんで。あー、マジか、これ、ベビドラがタゲ取ってから、コウモリかな。よいしょ。OK。もう一発、OK、サンキュー。あとは、
よいしょ、オッケー。あとはホグと、いや待てよ、プリンあれがいるから、ちょっと待ってね、これプリンセスでやって、よいしょ、オン、なんだそりゃ。いやこれいけるっすね、普通に。これコウモリ炊いて多分終わりっすね。オッケー、これ全然いい、全然いい、全然いい。オッケー、よいしょ。でこれハシマイプリン決めたいな、正直。こっちでオッケー、これでいい。あー、待って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 、オッケーオッケーオッケー、プリン決まった。あと多分オッケー、いいね、グッドゲーム。あぶねー、よいしょ、てな感じですね。とりあえずこんな感じかな。うん、まあ中盤ちょっと、まあ一回カットするか、あれカットしていくわ、もう一戦。あの試合はちょっと見せる価値がなかったんで、もう一戦いきますね。たまーにいるんですよね、グラチャリでやばいやばいやからが、たまーに 30C クローンとかいうやばいやからがたまーにいるんですけど、どうしようかな。とりあえず、いやー、言うの。いや、めんどいっすね。これ、ポイズンかけられそうなんで、ここら辺に隙を満たしたいっすね。よいしょ。U の5。ってことは、あれかな。あー、多分、ババゴヤ30しかな、多分。うん、コウモリ出てきたんで、ほぼ、ほぼ角っすね。で、これで、ベベゴヤ引き出して、おや？よいしょ。これコウモリいないんで、でタルババも切ってすぐ出せるやつが少ないんですよね。そうそうそう。でこれをここら辺で受けてあげて、まあ多少食らうっすけど、あ、いい抑えだったんじゃないか。おい、よかった。コウモリ出すか迷ったけどいらんかったな。オッケーオッケー。これは受けるユニットが多分いないと思うんで、メガナイトでいいかな。ワンチャン9エリ貯められてのババゴヤ下30子があるんですけど、どうだろうねって感じですね。逆線ホグとか投げられたら間違いなく30子出されちゃうんで、ここで30子を出さして、この辺の小物で守ってカウンターでホグ飛ばしたいところではありますね。これ多分ババゴヤ出ないでしょ。飛ぶと思いますね、普通に。オッケー、いいね。大体ファイボしかないんで、ファイボ、あと工場か。まあ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 。オッケーオッケー、全然オッケー、オッケーオッケー、いいね。これで相手はババ小屋を出したいはずなんですよね。もう一回プリンセス、もう一回プリンセス出して、相手ザップないんで、これで、おい、危ねえ危ねえ危ねえ、よいしょ。これこ、これでいいかな。いや、よくないかな、どうだろう。ちょっと待ってよ。オッケー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 。タルババ切ったんで。よいしょ。いや、マジかよ。あ、ミスった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 。スケムレとコウモリミスった。これ出さんとダメっすね。最悪だよ。30子にフリーズパキン合わせて、あ、これもういいっすね。よいしょー、いいよ、これ2発入る。イエーイ、オッケー、グッドゲーム。まあ、ああやって細かいユニット出してきたら、30子とかババガヤを出すエリクサーがなくなるんで、余裕でいっちゃっていいっすね。ユーのコウモリとかにはもうパキパキでいっちゃっていいっすね。
って感じで、結構ね、まあ、プリンセス初心者の俺でも使えて、枯渇要素たっぷり。で、あとは、レア度高いのメガナイトとプリンセスぐらいしかいないんで、プリンセスは言うて替えが多分ね、マジシャも高いかでも言うて。まあ、別になんだろうな。まあ、でもプリンセスが良かったかな。結構良かったですね、この方が。なんで、まあ、ちょっとレア度高めかもしれんすけど、使える人は使ってみてくださいという感じで、まあ、今週も、まあ、始まったんですけど、またね、今日、クヨの夜、クラコロ、自分が挑戦者が出て、じゃあ、みかん坊やとかいうやつとか、あと、誰だっけな、ちょっと待って、ラットだっけ、ラット受ける側だよね、確か。ラットと、あと、ドズさんと、あと、その他一人、みたいな感じだったんで、まあね、その人たちをね、ちょっとボコボコにしていきたいなと思いますね。で、あとは、またね、今週も、キョウキョウさんにコラボしてもらう予定なので、コラボ動画を撮ってもらって、本当にね、なんか、ありがたいことですね。本当によくよく考えてみたら、俺今、チャンネル登録者が、まあ、2万9000人とかなんですよ。で、キョウキョウさんがもやっぱ40万超えてる人なんで、でドズさんもね、コラボしてもらうって感じな話になってるんですけど、それもね、やっぱドズさんも30万超えてる人で、やっぱ普通に考えたら2万9000の、ペイペイの俺がね、コラボしてもらえるっていうのはあんまないっていうか、普通の環境だったらないことなんで、まあ非常に恵まれてるなと思いますね。ということで、そちらのね、コラボ動画、あと先週撮ったね、コラボ動画も、まあ昨日とか一昨日に上げてるんで、ぜひそちらの方も見てみてください。ということでね、今日はね、この辺で終わりたいと。カミカミだ。マジでやばい。カミカミっす。まあまあまあ。ってことで、今日はこの辺で終わります。お疲れ様でした。